平成元年この東京ドームでプロレスラー獣神サンダーライガーは生まれました。そして今日この東京ドームでプロレスラー獣神サンダーライガーは終わりました。31年間応援していただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。全盛期のまま演技を終わってますね。はい、ありがとうございました。それではまず佐野選手から今のライガー選手最終試合を終えたお気持ち聞かせてください。やっぱり、やっぱりライガーはライガーのままで、引退するかもしれないけども、まあ、みんなの心の中で生きていくだろうなっていう、今日もやっぱり試合を、ね、パートナーとして見てても、やっぱり、まだまだできる感じに見えるし、ね、まあまあ、寂しいけどもやっぱり、まあまあ、最後にこういう形で、ライガー選手に、一緒にタッグ組ませていただいて、まあ、本当に今は、感謝しかないですね。はい。そして藤原さん、今日はセコンドという立場で最後を見届けていただきましたが、いかがでしたか。いや、ただ、寂しいだけで、なんか、助けに行こうと思っても、反則になっちゃうと困るしね。まあ、怪我なくね、ずっとやれたことは、まあ、おめでとうってことですね。そして最後の最後の試合でそのセコンドとして一緒にリングに向かってほしいというふうに言われたときにどういうふうに思われましたか。いや、俺を使うならセコンドじゃないだろうと思ったけど、ちらっとね。最後の戦いどういうふうにご覧になりましたか。あんまり見てないんだよね。なんかこう、あ、怪我しないだろうなとかね、一番最後の最後の最後にね、だから、まあ、心配で、まあ心配で心配で。佐野選手、昨日は逆コーナー対角線に立って、そして今日は同じコーナーに立って2日間ライガー選手と一緒に戦ってどうでしたか。そうですね、やっぱり若い頃はいつも正面にねいてくれたので、まあ、彼のテーマソングになると僕のスイッチが入るという形で来てたので、それをもう一度最後に、味わえたのは良かったです。はい。そして今日は、まあ、タッグのパートナーとしてライガー選手からタッチを受けてリングの中に入る、そういう感覚というのは今まであまりなかったと思うんですけど、今日どうでした。そうですね、やっぱり、でも何とかしなきゃとか考えながらやってるけど、やっぱりね、彼の動きはやっぱりね素晴らしいんでね、ちょっと最後は、まあ横にいるとちょっと見てしまったのもありますけどね、彼の姿を。これで、
レスラーとしては引退ということですが、最後に一言ずつライガーに花向けの言葉をお願いします。そうですね、やっぱり、世界中の、ね、レスラーが彼に憧れて、レスラーになりたくて、ね、頑張ってきた選手もいると思うし、まあ、これからも、ライガー選手の姿はね、みんなの心の中に残ると思うのでね、まあ、試合は出なくてもね、あの姿はみんな見たいと思いますよね。まあ、で彼がこんだけ、まあ、一体というのを決意したのは素晴らしいことだと思うし、これからも、他の、まあ、みんなのね、レスラーのみんなに力を与えていただきたいと思います。お疲れ様でした。藤原さんからもお願いします。はい、ありがとうだけです。代表は以上です。他にご質問はありますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございました。お疲れ様です。泣いてないよ。お医者の中で来たな。だから。改めてお疲れ様でした。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ライガーさん、マイクを。あ、そうね。素人かよ。正真正銘、最後の試合を終えたばかりのところですが、はい、今のお気持ちは何が一番心の中に込み上げてきてますか。やはりチャンピオンヒロムの強さですね。何やったって吸い込まれてるようで全然手応えがない。試合の中でファンの皆さんどう見たかもしれませんけども、何枚も2枚も3枚も彼が上手でしたね。まあ、そういうことで僕が下した決断、引退という、まあ、間違ってなかったと思いますし、これからの新日本プレス、みんな大変だぞと思うよ。大変だと思う。でも本当に怪我しないで、ますます新日本プレスを盛り上げていってほしいと思いますし、ヒロム選手は最後に、俺がこの新日本プレスのジュニアをもっともっとでかくするって、そういうふうに、新日本ジュニアをもっともっとでかくするというふうに、僕の見事で言ってくれたので、もうあとは、放送席からすげーって言っておきますよ。はい、そんな感じですね。今年のその旗揚げ興行の翌日に引退を、あ、去年のですね、引退を発表されてからここまでの、まあ、約9ヶ月間ライガー選手自身の考えたその引退ロードというのは、今日最終日を迎えて自分の望み通りの形になりましたか。望み通りですね。何の悔いもないし、どうしても引退会見でこうしんみりしてた感じで、好きじゃないので、そういうしんみりした感じは、バーッと、あ、やっぱりライガーらしかったね今日の試合。本当に引退するのかな。そういう声が聞けたらもう100点満点だろうね、と思います。もうあの場内からもやめないでという声も当然聞こえていたと思いますけれども、はい、どういうその声を聞きながら今日は戦いましたか。いやいや、もう試合始まったらそんな関係ないし、とにかく今日の試合、対角線にチャンピオンがいますから、下手な試合したらやっぱりライガーダメだねって言われるし、とにかくファンの皆様がまだできるじゃない、もったいない、やめないで、そういう声を発してくれる、走ってくれた、それがもう僕にしてみれば100点満点の引退試合だったなと思います。まあ、昨日は8人タッグで、はい、今までのライガー選手 の、 その戦いの歴史を振り返るような試合で、はい、そして今日はまた未来の新日本、あるいは世界中 の、 そのジュニアの、まあ、未来を託するようなそんな試合になりましたけど、この2日間いかがでした。僕の中ではすごく満足してますね。しんみりした
ないようにだけはしたくないと僕は常々言ってましたので、そういう親身感はなかったと思いますし、今日は本当に真正面から、まあ、昨日もそうですけどぶつかっていって粉々に砕かれたと、うん、これはもう悔いはないでしょう。ここまで完璧に叩き潰されて、でヒロム選手は僕がもっとこの新日ジュニアを大きくしますと言ってくれたんで、もういいでしょう、うん、思い残すことなく引退と。はい、何を思い残すことないよ、はい、はい、さあそれではですね、はい、実は今、うん、重心サンダーライガーの生みの親永井豪先生がいらっしゃって、はいはい、うわわあ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。本当にありがとうございます。すいません、ありがとうございます。洋楽通りの内容でいたんです。素晴らしいです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。先生のおかげです。ありがとうございます。すいません、すいません。マイクありがとうございます。あ、どうも本当にライガーさんとお会いしたの31年前、新日プロレスでのマスクマンが誕生するんだけど、誰がかぶってくれるかというのを、いろいろその期待して待っていたんですけども、そしたらライガー選手、山田選手ですけども、はい、もういいだろもういいだろ、俺に被らせてくれみたいな、もう本当そのもう情熱と熱意にもう、あ、もう、うん、もうそれがもう一番嬉しくて、即やってくださいとお願いしました。そしてその自分の判断 もう間違いでなく、31年もの長い間活躍していただけたというのは本当に嬉しいです。勝ち試合負け試合いろいろあったとしても、ライガーらしいイメージがどの試合もあふれていて、本当にいろんなプロレスファンみんな大喜びするようなスタイルを確立してくれたと思います。本当にありがとうございます。自分がこういうレスラーと一生できたことは本当に嬉しいです。本当に感謝しかありません。どうもありがとうございました。まずレスラーのライガーとしてはもう永井先生の手を離れて、そうですね、はい、もう31年間戦い続けてましたけど、そうですね、はい、どんどんマスクもご自分で自分なりのデザインしたりとかいろいろとブラックになったりいろいろ手を加えながら常にファンを飽きさせなずに来られたのはもうご本人の努力以外何もないんで、私はもう本当に一ファンとして応援していただけだけなんですけど、本当に嬉しいだったです。もともと原作としてはその要するに全身良い神様の末裔が、そうですね、邪神を、はい、まあ、はい、倒すためにバイオアーマーを着るという、そういうことですね、はい、どうでしたか、そのリアルライガーの31年間。本当にもうもうライガーさん自身の戦いというのがそういう伝説を具現化しているようなそういう感じで、いつの試合でも本当に興奮して見てました。本当に嬉しかったです。ライガー選手、はい、永井先生をお迎えしていかがでしょう。はい、山田君は邪神の塊だったのでそれがライガーの名前を名乗っていいのかどうか、迷いもありましたが、マスクマンに僕はなりたかったので、しかも永井豪先生の作品マジンガー Z とかグレードマジンガーデビルマン、そういうのをずっと子供の頃見てましたので、その先生のライガーができるとか、もう本当に会社にやりますと、お願いしたことを昨日のように思い出します。で先生から、まあ、今ライガーとして31年間、まあ、良かったんじゃないかと、言っていただいてほっとしております。本当に変な意味じゃないんですけど、どうなんだろう、肩の荷が下りた、良かったなと思います。僕は
本当にこのレスラー人生、人に恵まれたと思います。そこにも写真ありますけど、カルガリー時代のミスター人足立さん、あと藤原さん、猪木さん、山本小鉄さん、その他先輩方、そして永井先生、こういった方々がいらっしゃったからこそ今の僕があると思います。本当にこのバイオアーマーを着てると邪神の山田君が消えてしまいます本当素直にそう思ってますので、本当に、みんなに感謝です。先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。あのじゃあバイオアーマーを今後脱ぐことになると思うんですけれども、はい、バイオアーマーは脱ぎますけども、マスクはこのまま先生がライガー選手マスクを取るのかいって言われたので、いや僕はもう今更マスクを取ってもしょうがないし、僕はライガーのままでいたいんです。先生がそれは良かった、そのままライガーでいてください、先生から直々にお許しいただきましたので、これからも十字さんだライガーとして、はい、ただバイオアーマーを着ないので多少邪神にまみれたライガーになるかもしれません。それはファンの皆さんお気をつけください。じゃあの山田君相変わらずリバプールの風、山田君言うなっつう風だよ風、リバプールの風なんか吹いてるよ代表は、これぐらいにさせていただいて、他にご質問ございますでしょうか。もうバカ負けしてるんじゃないの。 ありますよ、はい、すいません。テレビ屋さん、すいません、あのちょっと今回の対戦のことをちょっと振り返らせていただきたいんですが、はい、あの振り返るというよりは、ライガーさんと佐野さん、対するはヒロムさんと、リュウリーさん、ドラゴリーさん、はい、この対戦となった意味、この対戦を持った意味ってどんなものだとライガーさんお考えですか。僕は佐野さんとの試合、小林邦明さんとかいろいろジュニアの先輩方からあんな試合してたらお前いつか死ぬぞ、どっちか死ぬぞって言われてました。今僕が彼らの試合、ヒロムとかリュウリーの選手を見て本当にいつか死ぬぞと僕は今思ってます。そういった意味で一昔前の新日ジュニアと今新日ジュニア最前線走ってる2人、いわゆる新旧のジュニア対決で、これからの新日を占う試合だったんじゃないかと思います。そういった意味で新日の未来は明るいなと、これ以上明るいものはないと思うし、僕はもう言うことないし、本当にさっき言ったように解説的でできるなら試合を見てすげえってプロレスファンに戻って叫んでいたいなと思います。それから天国にいる橋本慎也選手に、俺もレスラー生活終わったよって言いたいですね。後ろに息子の大地が来ているので、思わず橋本慎也の名前を口に出しましたが、いろんなレスラーが僕の前にいてくれました。エディ・ゲレロ、マレンコ、ブライアン・ピルマン、ペガサス、そういった選手も祝福してくれてるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ライガー選手はジュニアのカリスマっていうふうに言われたと思うんですけども、はい、時にはその例えば橋本選手と戦ったり、あの階級を超えてヘビ級と戦ったり、はい、もしくはヘビーよりももっと面白い試合をジュニアでしようということで、ジュニアを盛り上げてきたというふうに思うんですね、はいはい、そうした中で今その改めてライガー選手のジュニアに対する思いと、それからこれからのジュニアヘビー級の選手に対するメッセージを聞かせてください。はい、やはりプロレスラーの場合、新日本プロレス、ジュニアヘビーとヘビー級あります。お互いが絶対負けないよという気持ちでリングで戦っている限りずっと伸びていくと思うんですよ。それはお互いの仲間ですけども、新日本プレスというやはりみんながライバルだと思いますので、そういった意味で、僕はヘビーに負けないように、であの当時の橋本慎也選手はジュニアなんかには負けない、
そのぶつかりがあの試合ですし、今の新日本プレスだと思います。ですので本当に何の心配もないし、やっぱね、手前味噌になりますけど、新日本プレス面白いよと思うんだ僕はね、素直にプロレスファンの人ね。だからこれがもうどんどんみんな怪我だけ気をつけて、みんなすごい試合をファンの皆様に提供してくれればと思っています。僕はもう本当に何もないです。はい、何もない。ありがとうございます。何やってんの。いや、振り返ってあの31年間で、はい、この試合はやっぱり記憶に残ってる、覚えてるっていう印象的な試合を、やはりグレートムータ、橋本真也、そして鈴木みどり、この3人との試合は忘れません。はい、忘れられない。まあ本当にいい思い出ばかりなんで、本当に皆さんありがとうございましたと頭を下げたいです。先ほど怪我の話が出ましたけども、はい、ライガーさん大きな怪我って言って足首骨折ぐらいですよね。大きいじゃないか自分。で長期欠場で言えば他に盲腸と脳腫瘍。やかましたら盲腸関係ない。で本当にあの素顔の時代から言っても35年以上、はい、ほとんど怪我なく、そしてこうやって無事に怪我を理由にすることもなく、力が落ちたことを理由にすることもなく引退できるというのはある意味理想の引退だと思うんですけども、はい、ご自身はどうお考えですか。そうですね、藤原さんにも言われました。健康なうちに歩けるうちに引退できてお前は幸せだと言われました。これはもう一重に僕の体、これだけ頑丈に産んでくれた母親に感謝です。はい、今日も広島から見に来てくれてます。ちょっと体の具合あんまり良くないんですけども、最後だからということで見に来てくれてます。その母親には心から感謝の意を表したいと思います。本当にありがとうございましたということですね。他によろしいですか。よろしいですか。最後にあの明日引退セレモニーが用意されているということですが、はいはい、そこで何かあの大河選手自身あの皆さんに向けて行われることとなるんでしょうか。いや、まあ、あの感謝の意をリングの上で、今日はドーム大会ということで、あの長さだったんですけど、かなり長く喋るかと。まあ本当に事務所のみんなはなんかライガーを泣かそうと思っていろいろ企ててみたいですけど、泣かないから。ああ、ドッピャーンって終わりたいんで、皆さんもよろしくお願いします。ライガーこれ本当に大好きかぐらいのゲラゲラゲラーで笑いみたいな終わりたいですね。僕の引退式はそれでいいと思います。はい、明日はじゃあバイオアーマーなしのマスクだけ悩んでます。でもファンの皆さんにとってはやっぱりそのスーツ姿よりも、はい、やっぱりライガーとしてちゃんとマントもつけてリングの上で挨拶できればという自分と、やはりもうレスラーではない、プロのレスラーではないのかな、マスクだけでいいんじゃないかと、ちょっといろいろ葛藤あります。それはお楽しみに。はい、わかりました。じゃあぜひ皆さんもそこも楽しみにして。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。では、よろしいですね。はい、では以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ライガーさんなんて超えれね、超えれなかった。これが事実。勝ち負けなんて関係ない。あの人を超えるっていうのはそういうことじゃない。もう超えようとも思わない。あの人の作り上げたジュニア、その時代は超えようと思う。でもあの人を、中心サンダーライガーを超えることはもうできないし、できなかった。それは事実だから、俺にしかできない新しい新日本プロレスジュニアを
作りたいと思います。ただ一つ言っておきたいのは、中心サンダーライがあなたのことをリスペクトしてます。簡単な言葉じゃない。これしか伝える方法がわからないから言葉で言う。俺はあなたのことが大好きだった。今も大好きです。あなたを超えたかった。でも俺は違う方向から必ず重心サンダーライがあなたのことを超えてみせます。El último día llegó. Ha sido un honor para mí estar en esta última lucha con Liger-san. Una lucha en la que siempre soñé. Una leyenda en la que muchos luchadores del mundo querían ese duelo. Querían estar en los zapatos en los que estoy yo. En los zapatos en los que está Hiromu. Hoy dimos una buena lucha y me siento contento, muy feliz. Muy feliz por esta lucha, mi primera vez en Tokyo Dome y fue la mejor experiencia que he tenido hasta ahora. ¿Nani que estuvo ahí más acá? ¿Nante cuál es que hemos hecho? ¿Vas a echar más allá? 覚えてないです、そんなこと。心の底から出た声じゃないですか。さっき、D さんのコメントを先に訳して、はいはいはい、D 選手が言ったのは、この最後のライガーさんの試合で当たることができて、プロの選手と組めたこと、とても光栄と思い、光栄だと思い、そして自分の、この経験の中で、経験値の中で東京ドームで試合ができたことがとても素晴らしいことだと思う。そしてライガーさんのことを世界中のレスラーがみんながリスペクトしている中、本当に自分が最後の相手を務められたことをとても誇りに思うと。ヒロム選手は自分なりの形で超えたいという最後のコメントでしたけれども、具体的にライガー選手を超えるとき、どういうことを成し遂げたときにライガー選手を超えたと自分自身思えると思いますか？分かんないですよ、そんなの。そんなの周りが決めることじゃないですかね。とりあえず俺の中では超えたとも全く何も考えられないですね。何をしたから超えるとか、そういうことではないんじゃないですかね。これに関しては俺も分かんないですよ。教えてほしいですよ。何やったらあの人みたいになれるんだろう、あの人を超えられるのか、そんなの分かんないですね。それから、まあ、周りのその感想としてはやはりライガー選手から新日のジュニアを託された試合だというふうに見ているんですけども、ヒロム選手自身終わり。トゥキエレス、カンピョーノトン、レバンチャル。Claro que quiero. Claro que quiero. Es un momento en el que delante de todos estos medios voy a decir algo que estaba esperando. Hiromu, estás de regreso. ¡Urete! Seguido, Chosen Shah, Dragon Lee, Kimarita, solo de aquí.Hiromu está de regreso. No me importa. Aún así, como está de molesto.Me siento feliz de volverlo a ver aquí arriba del ring, cosa que yo pensé que jamás iba a volver a estar aquí. Volveré a sentir esas luchas en las que yo, en las que él, en las que todos ustedes y en las que todo el público de Japón y de todo el mundo querían ver. Ahora, Shiawasedes, estoy feliz de este momento.De que esté de regreso, porque ese campeonato que tiene él se lo voy a quitar. Lo llegué a tener
pero nunca estuve conforme porque nunca se lo pude quitar a él. Él y yo, sabe, él sabe que somos un espejo y es nuestro dicho. Hiromu, somos un espejo. ヒロムが俺に失礼な態度をとって怒って出てってしまっても、それは俺にとってとても嬉しいことである。彼が帰ってきたことは本当に嬉しい。それは世界中の人、世界中のファン、そして選手のみんなが思っていることだ。そして、彼が俺にベルトを挑戦してこいとさっき言ったんですが、もちろんだ。そして俺はヒロムから取ったこと、ベルトを取ったことがないので、それは望むところだと思う。そしてその構想を続けるのには、俺とヒロムは鏡合わせの関係だから、ずっと続くことだろう。俺たちのライバル関係は。Y recalcar que de hoy en día nace la facción ingobernable Rouge, Kenny King y Dragon Lee. Así que para todos ustedes, esperen nuevas sorpresas, como les he dicho. Cerré un año siendo campeón de la empresa en la que estaba, campeón IWGP, campeón de Ring of Honor. Cada año para mí ha sido emotivo, evolucionando, representando mi país con orgullo, representando la dinastía Muñoz. Y de hoy en día, la facción ingobernable nace. Para todos ustedes que estén aquí escuchando, Hiromu, I love you, te amo. Te amo, gato. Estoy feliz de que estés de regreso. Arigato a todos ustedes. Happy New Year.今自分は新たな道を進んでいる。そしてインゴベルナブレスとして、ルーシア、ケニー・キングと組んでやっている。で、IWGP のベルト、RH のベルト、取って、もっと、自分をやる気を出させているところだ。そして帰ってきた、日本に帰ってきたことが嬉しくてしょうがない。そしてヒロムにも君を愛しているよ。